よし、トリガーメモリを手に入れたぜ。楽勝だな。どうやらこのメモリを分析していたようだね。ああ、ガイアメモリもゼウスの研究対象だったな。おっと、すんなり返してはくれねえか。ろくに確認もせずに取るからだよ。もう一体、敵の反応が接近しています。一体？強敵のお出ましってわけか。なんだ、オーズじゃないのか。まあいい、侵入者は許さん。まったく、次から次へと。オーズの敵らしいが、グリードではないようだね。とすると、ヤミー。見たところ、カマキリのヤミーかな。
と、また通せんぼか。この辺りにバリアの発生装置があるはずですが。ではそれを壊せば消えるということか。まだアイダ博士の手がかりを見つけてねえ。さっさとぶち破っていただいてくぞ。その言い方、まるで風の左平次に出てきた押し込み強盗だよ。ありました、ここです。銃で撃ってみましょう。グッドトリガー。はっ、よし進めるぜ。翔太郎、さっき愛の同型機があった場所に行ってみよう。待ってください。バリアが解除されたことで入手可能な情報が増えました。その場所にコアメダルに似た反応もあるようです。私の同系機があったブースの使用者は VIP ゲスト、アイダ博士。アイダ博士だって。ということはそこにあるメダルは例の恐竜のコアメダルかもしれない。こりゃ行くしかねえな。AI 研究の権威、アイダ博士。彼女が愛を作り、セクターシティに寄贈した。ここはその開発ルームというわけだね。でも愛は俺と会った時、アイダ博士の名前は知らないって言ってたぜ。本当に知らなかったのです。私の記憶には何もありませんでした。君の言ってることは信じるよ。しかし開発者の記憶がないのは不自然だ。何者かがその記憶を削除したのかもしれない。誰が、何のために。ともかく詳しく調べてみようぜ。3枚のコアメダル、間違いねえ。あの写真に写ってたやつだ。他に書類もありますね。これは新世代兵士開発工程書、宛名は財団 X、 署名はゼウス。コアメダル、ガイアメモリー、ネバー、開発計画の極秘書類じゃねえか。アイダ博士は奴の計画をここまで。しかしその後どこへ行ったんだ。メモがあります。ゼウス博士の研究の進行を確かめる必要がある。確かにこの工程を追いかけていけば研究を阻止できそうだぜ。左、戻ってきたか。守備はどうだ。ああ、警備は厳重だったけど余裕だったぜ。あれくらいの警備は普通だよ。翔太郎の警戒が緩かっただけさ。うるせえ。その後楽勝で突破したんだからいいじゃねえか。よかった、急に研究所が騒がしくなったから心配してたんだ。まさかゼウスの計画がそんな恐ろしいものだったなんて。ああ、だがアイダ博士のおかげで俺たちも知ることができた。止めようぜ、俺たちで。もちろん、恐竜のコアメダルも手に入ったし、使い方を間違えなければ頼もしい戦力になる。この付近に接近する大きな敵反応を探知。来やがったな。よし、迎え撃とうぜ。